こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も前回の続きで日本の石油事情について解説するよ。今回は末期の日本の石油事情についてだったな。そうだね。これまでの流れはその1と2があるから、よかったらそちらも見てね。よろしくね。それでは解説していくよ。前回の動画でも述べた通り、ガダルカナル戦以降、米海軍の潜水艦の増加とその通商破壊により、日本のタンカーを含む輸送船の被害は増加したよ。また、大西洋でドイツ海軍の U ボート艦隊が導入していた、集団攻撃である、ウルフパックの採用や、超短波レーダー、周波数変更式 FM ソナー、敵味方識別装置等の、電子機器、さらに魚雷の作薬が新型の HBX 爆薬に変更されたことも、この被害増加の一因となってしまっていたよ。1943年9月、米海軍作戦部長キング大将は潜水艦の最優先攻撃目標は、タンカー、と指示。同月、太平洋に展開する米潜水艦は118隻へ増加し、44年の8月には140隻、終戦時には182隻と増加を続けたよ。相変わらずアメリカは数がえげつないわね。米潜水艦の優先目標がタンカーと設定されたおかげで、日本のタンカー被害が増大し、42年にはわずか2隻のみの喪失だったにもかかわらず、43年には23隻、44年には150隻に達したよ。これはまた凄まじい損害ね。海軍は43年以降の増大するタンカーの損耗に対応すべく、戦時標準船の輸送船型24隻の大量建造を命じ、1944年に入ると急速建造が可能な第二次戦時標準大型輸送船31隻と中型輸送船37隻の建造をさらに命じたよ。これでも足りないと考えた海軍は、建造しかかり中の第二次戦時標準船の大型貨物船型32隻を輸送船に改造する決定を下し、実行させているよ。さらに、1943年中頃より他の輸送船と同じく、タンカーもこれまで行っていた、単独航行ではなく、護衛艦に援護されて船団航行を行うようになったよ。この場合の船団はタンカーだけでなく、敵機目的地を同じくした。貨物船や貨客船も船団に組み入れられたようだよ。主にシンガポールと日本を往復する輸送船を中心とする船団は、非船団と呼称され、この船団に加入する輸送船は原則、大型、高速であるとされたよ。これに対してボルネオ島の石油積み出し基地であるミリと日本を往復する船団は、未船団と呼ばれ、主に中型以下の低速船で構成されたよ。これらの船団を護衛するためにはもちろん護衛艦が必要不可欠であったけど、それにはこれまで利用されてきた旧式駆逐艦に加え、この頃量産が進んできた解剖艦を大量に投入したよ。これらは各型合計171隻が建造された護衛専門の艦艇で、基準排水量は745トンから940トン、速度は 17.5 ノットから 19.7 ノット、装備は12センチ砲2門から3門、25ミリ機銃が4から6門、爆雷を18個から160個搭載していたよ。各型で性能や武装にばらつきがあるのね。さらにこれらは蒸気タービン搭載型、ディーゼル搭載型と機関に違いがあり、速度も違っていたため編隊航行に支障が出たとも言われるよ。また、潜航中の潜水艦を発見するソナーの性能もアメリカのものに比べ、劣っており、米潜水艦に対しては厳しい戦いを強いられたよ。護衛を担当する海上護衛総隊司令部には小型空母である、太陽、運用、信用、海洋、も配備されたけれども、速度が21から23ノットしか出ず、対戦能力も低かったため、日本本土で空爆を受け大破する、海洋、以外は、いずれも船団護衛中に雷撃で沈没しているよ。もはや一方的ね。さらに、44年以降は米潜水艦の雷撃以外でもタンカーの被害が、続出していたよ。1944年2月17日から18日にかけて、日本海軍の一大根拠地である、トラック島が大空襲を受けて多数の艦艇、船舶が沈められたよ。この空襲で軽巡3隻、駆逐艦4隻をはじめとして30隻以上が沈められたけど、その中には4隻の輸送船、第三都南丸、富士山丸、新国丸、紅葉丸、が、含まれていたよ。さらに同年6月のマリアナ沖海戦にて日本は空母3隻と共に輸送船2隻を失っているよ。艦隊に随行する給油艦を失うのも痛いわね。1944年8月15日時点で連合艦隊に配属されていた輸送船は25隻、うち艦隊に随行が可能なのは14隻であったよ。しかし、レイテ沖海戦直前の1944年10月18日時点でこの随行可能輸送船は8隻が撃沈されて6隻を残すのみとなっていたよ。
ここでレイテ突入を決めた海軍は新たに輸送船を調造しようと試み、国内経済維持のために南方石油艦艘を優先する陸軍と衝突しているよ。結局レイテ沖海戦には連合艦隊の輸送船として12隻が参加し、そのうち3隻が戦没しているよ。1944年になると日本のタンカーだけでなく、占領地の石油施設も攻撃されるようになったよ。1944年5月17日、スラバヤにあるボノクロモ製油所が空爆され壊滅。1945年の1月にパレンバン製油所に対して空襲が行われ、同製油所はその能力の半数を失ったよ。3月にはスマトラヤタの地域から運ばれてきた原油や石油製品を、貯留、積み出しし、中継基地として機能していたシンガポールが、空爆され、その集散機能は失われたよ。輸送船は沈められ、製油所や輸送基地は空襲されるとなると、南方航路の維持も大変そうね。もちろん前述の、非戦団、未戦団、は常に米軍の襲撃と戦いながらの、航海となり、多くの被害を出したよ。非戦団、は途中6回の欠航を含めて合計32回計画され実行されたよ。そして実際に運航された26回の、非戦団、は、途中で全滅したもの。3回、残りの23回の船団で運航された輸送船で無事に日本にたどり着いたのは、61隻であったよ。この61隻で運ばれた石油は到底日本にとって足りる量ではなかったよ。1944年末頃より、非船団、未船団、はもはや運航不可能にまで追い詰められていたよ。そんな中1944年12月30日に編成された、C86、船団は、4隻のタンカー、6隻の貨物船、そして護衛の巡洋艦1隻と5隻の解剖艦、合わせて16隻で構成されていたよ。船団はシンガポールを出港後、45年1月4日に仏印サンジャックに入港。修理、整備を行うと1月9日にサンジャックを抜病し日本へ向かったよ。しかしこの日、米軍はルソン島、リンガエン湾に上陸。ウィリアム・ハルゼイが派遣した米第38任務部隊の主力である。空母軍とその艦載機がリンガエン上陸作戦支援のため、南シナ海方面に、温存されている可能性のある日本軍の全海上勢力を撃滅戦と考え、この日から一大航空攻撃を開始したよ。これは、ハルゼイ台風、とも言われているよ。この航空攻撃を、C86、船団はもろに受けたよ。1月10日、11日は沿岸の港に被迫したけど、12日、ついに米軍に捕捉されたよ。船団は低速の戦時標準線が含まれていたため速力は8ノット程度しか、です。船団は一方的に攻撃されたよ。結局、船団は護衛の解剖艦3隻を残して全滅。ただ仏印沿岸を航行していたため、船団のうち7隻は船体を砂浜にのし上げたよ。しかし、積み荷や船は放棄せざるを得なかったよ。この、C86、船団を壊滅させた米機動部隊は他にも仏印沿岸一帯を襲って、船という船に壊滅的打撃を与えたよ。たった1日で米機動部隊は日本海軍の軽巡1、浮潜艇2、解剖艦7、浮設艇1、哨戒艇1、輸送艦1を沈め、さらに日本の輸送船23隻、合計14万2285相当の海の木図とせしめたよ。米機動部隊は15、16日には香港を、21日には台湾の高を襲い、香港では5隻、高尾では10隻を沈めたよ。1945年1月、米機動部隊の攻撃によって数に諸説あるものの83隻、約23万相当の船舶を沈められ、1月に日本の喪失船舶の総量は、42万5千相当という恐ろしい数字を示したよ。この中には18万相当にも及ぶ貴重な輸送船が含まれていたよ。これで南方航路も途絶なのね。当時、日本には本土、台湾、満州を合計して100万キロリットル前後の石油しか、残っておらず、この破綻寸前の南方航路を使って、一滴でも多くの石油を日本に送ることが急務となったよ。1945年1月20日、大本営は南郷作戦の実施を発令。これは残存船舶で日本への石油を換装するための決死的強行輸送、石油特攻輸送作戦であったよ。第一次南郷作戦では大型輸送船、セリアマルが奇跡的に日本に帰還。この時期に大変貴重な航空揮発油1万7000キロリットルを持ち帰ったよ。南郷作戦は3月までに合計11回実行され、残存輸送船30隻が投入されたけど、無事に日本に帰還したのはわずか6隻に過ぎなかったよ。南方から日本に最後に到着した輸送船は1945年3月27日、徳山に入港した三島丸で、原油、重油1万800キロリットル。ジルコン60トン、スズ60トンを日本に届けたよ。
この、三島丸、が運んできた重油は沖縄に出撃する戦艦、大和、ら、の艦隊に積み込まれたとも言われるよ。1945年3月16日付で南郷作戦の中止命令が発令されたよ。これは沖縄、南シナ方面への米軍の上陸が近いと見られた点。また満州、北支方面の航路維持のために兵力の重点を移す点などが、理由として挙げられたよ。この同時期、海軍艦艇による輸送作戦も実行されたよ。この作戦は、北郷作戦、と呼称され、レイテ沖海戦を生き残った。戦艦、伊勢、日向、慶順、大淀、筑艦、霞、朝下、初下、で、艦部隊を編成し、航空機発油をはじめとした重要物資を、輸送することとなったよ。特に、伊勢、日向は後部主砲を撤去して航空機格納庫、飛行甲板、カタパルトを設置して航空戦艦に改造されており、この航空機格納庫を、利用しての大量の物資の積載が期待されたよ。艦部隊は1945年2月10日シンガポールを出港。米軍機や米潜水艦との接触はあったものの、スコールなどに、助けられながら2月20日、全艦艇無事に呉に入港したよ。この時、艦部隊が運んだ航空機発油は1500ソートン級輸送船1隻分に過ぎなかったけれども、それでも当時の日本にとっては貴重であったよ。敵艦を葬るために作られた戦艦をこんな形で使わざるを得ないなんて、言葉が出ないわね。日本は、シンガポール方面で航行可能な残存船舶で T88J 船団を編成。これはこれ以上遅れた時期に出港しては日本本土にたどり着く、見込みがなくなるとのことでかき集めた船団で、寄せ集めの、集団であったよ。そのため、船団の規模は大きくタンカーを含む船舶8隻、護衛艦艇8隻で、構成されていたよ。しかし、この船団は普通沿岸で執拗な潜水艦攻撃と空爆に遭い、全滅してしまっているよ。T88J 船団以後、南方から日本へ向かう輸送船団は編成されず、南方航路は終焉を迎えることとなったよ。石油の乾燥の見込みがなくなった以上、戦争は続けられないわね。この後日本はどうしたのかしら。南方からの石油に関しては、潜水艦を使っての輸送を海軍は計画したよ。輸送に投入されたのは500キロリットル分の輸送を設置した。以後第351、潜水艦で、1945年5月に呉を出港、シンガポールで、航空機発油を積み込み6月に佐世保に帰還しているよ。同潜水艦は2度目の輸送でシンガポールからの帰路、撃沈されているよ。こうして、日本は南方からの石油を断たれたよ。今回はこの辺りで終わりにしようと思うよ。次回は石油が途絶した日本を見ていくよ。今回で終戦まで見るんじゃなかったのか。結構ボリュームでちゃったから次回に回すよ。ご視聴ありがとうございました。